今日もね、素晴らしい一日が始まりました。成功する動画ということでお届けしてまいりたいと思います。成功するためには何が必要かっていうようなことをね、いつも考えているんですけれども、成功する、自分にとっての成功とは一体何かということをね、まず明確にするということが大切だと思うんですね。僕は本当にね、このように、生を受けまして、人生を楽しみたいというふうに考えております。一度しかね、人生後悔することなく、存分に楽しみたいというふうにね、考えているんですけれども、自分が楽しい人生を送りたい、自分が楽しみたいと思うのであれば、最速でね、それを実現化、させる方法は、周りを楽しませると、周りに楽しんでいただくと、いうことであるというね、こういう原理原則といいますかね、そういう世の中のね、なんていうんですかね、もう普遍の法則というのがね、あると思うんですけれども、そういったことで、じゃあ周りを、楽しませる、周りに楽しんでいただくにはどうしたらいいかというようなことでね、やっぱり僕自身は、向上心を持っていろんなことに取り組んでいてですね、自分が成長したり、その夢を叶えていったりとかね、いうことをしてると、どんどん元気にもなってきますしね、やる気も出てきますし、幸せを感じることができますのでね、その楽しみだったら、その自分自身その実感が湧くというかね、自分も共感できますので、周りの方の夢を応援するとかね、周りの方の成功をサポートするとか、そういったことで、成功していきたいなというふうに思うんですね。会社、株式会社成功という会社を立ち上げましてね、お客様の成功が私たちの成功、私たちの成功が会社の成功、そして会社の成功が社会への貢献というようなね、そういう経営理念を打ち立てまして、そして業界のリードカンパニーとしてね、業界を担う、業界の明日を担うリードカンパニーとしてね、邁進するとともに、一人一人が明るく楽しく気持ちよく豊かなね、人生を送れる社会を実現化させると、こういうようなね、ことがしていきたいなという思いをね、膨らましておりますが、そんな経営理念を掲げて創業した株式会社成功を成功させると、どのような状態が成功なのかと、もちろんですね、みんなが笑顔、お客様もね、仲間も、そして会社もみんなが笑顔でね、本当に明るく楽しく気持ちよく豊かに暮らせる状態が成功ではあると思うんですけれども、やはり業界の明日を担うリードカンパニーとしてね、邁進していくには一定の、規模ですね、そういったものも追求していきたいということがありましてですね、売上高でいきますと、売上高100億、それから社員数500名の体制を確立して、そして、その規模でね、株式上場、東証一部上場を目指しまして、そして、より公共性のある、より、社会性に富んだ、そんなビジネスをね、展開していきたいな、全国展開とかね、世界進出なんかもしていきたいなというふうに考えております。で、こんなことをですね、ずっと言うておるとですね、じゃあどうやったらそういった状態が、実現化、そんな状態を実現化、させていくことができるんだろうというような、そういうね、どんなアイデアを実現化させるとそういうことがね、本当に、成功していくだろうというような、ね、考えに至るんですけれども、最近はね、テーマが革新というのは、イノベーション、革新していくと、新たなものを創造していくと、新たなものに作り変えていくと、新たなものに置き換えていくというようなことが大切なのかなというふうにね、メッセージが、降りてきております。もうやっぱりね、時代はどんどん変わっているわけです。時代は本当に、今までと比べてより加速して変わっていっているわけです。じゃあその時代の流れに乗る、時流に乗るということがね、非常に大切になってきますけれども、時流に乗るにはもう今までのやり方に固執していてはいけないんですね。新しいやり方、新しい考え方をどんどんと、取り入れていく、革新、刷新していくということがね、非常に大切な時代がやってきたなと思っているんですけども、それには自分自身を、磨き続けるとともに、その創業時のね、こういう思いとか、
ブレない軸は大切にしながらも、それを実現化させるための手法というものはね、本当に時代の流れを読みながら、誰も今までやってこなかったような新しい方法とかをね、編み出して結局的積極的にチェンジ、変えていくと、チャレンジ、挑戦していくと、そしてコンティニューと、できるまでやり続けていくと、チェンジ、チャレンジ、コンティニュー、このね3つの 3C をね、行動に移していくことが求められるなというふうに思っております。でもどうせだってという 3D ありますけれども、何かこう言い訳をしてね、できない理由を考えて行動を止めてしまうと、難しいという言葉を使う方が多いんですけれども、難しいというとね、あらゆる思考が停止して、あらゆる行動がストップしてしまうと、思考停止、行動停止の言葉が難しいという言葉であると、簡単であると、いとも簡単に、それができるというようなことを発言して、じゃあどうやったらできるのか、どうやったら簡単にできるのかということを考えてですね、できる限りその無駄なことを省き、そして、インパクトのある、新しいことをね、取り入れていくということが求められるなと思っております。成功する動画、1000回発信していったら、いろんな、ね、出会いや気づきや学びやいろんなことが起こるんではなかろうかと、いうね、そんなひらめきで始めましたけれども、もうね、まだ100回も行ってませんけれども、こうやって何でもかんでもこう、なんか発信しないかんなと、何があるやろうと思ってね、今思っていることを言うだけでも自分の頭の中が整理されてきたりね、していくもんですよね。夢を語れば夢が広がり加速するなんて言いますけれども、ご機嫌に夢を語るというのはね、ものすごい大事なことだと思っております。お父さんもお母さんも学校の先生も会社の社長さんもね、市長さんも、県の、都道府県知事さんもね、その総理大臣に至るまでね、アメリカ大統領に至るまでご機嫌に夢を語るということがね、非常に大切なんじゃないかなと、これこそがリーダーシップなんじゃないかなというふうに考えておりまして、今はですね、本当に、皆さんのおかげで、かねてから念願であった、売上高100億、正社員500名の体制を確立し、無事、念願の東証、一部に、上場することができました。どうもありがとうございますとかね、そういった会社の成功っていうのをね、念頭において動いております。今日も朝からですね、経営革新、経営とか革新とかそういう言葉がね、最近よく入ってますけど、ね、経営革新企業ということをちょっと念頭に入れてですね、そして、革新塾といったものでね、ところで勉強させていただいて、そしてどん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 自己革新、総合革新を図ってね、経営革新をしてまいりたいと思っております。本当にいいお天気、雲一つない青空が広がっております。最高の、一日に、なると思います。今日一日、ほんまようやったと、よっしゃとガッツポーズして寝れるようにね、大切に大切に、時を過ごしてまいりたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。